お好み焼きが食べたい気分、脇安美です。ちょっと気になってしまったそのペットボトル、鈴木えりです。え、何ですか？セブンイレブンのすごいジャスミン茶。茶って書いてある。すごい。わかりやす。え、でもこれメインは多分ジャスミンなんですよ。ジャスミン茶か。でも茶がめちゃめちゃでかくて。すごい、こっから見るともう思いっきりペットボトルにチャーって書いてあって。何茶なんだろうと思いますよね。めっちゃ面白かった。ジャスミン茶大好きでーす。おもろー。本日はメール回です。はい。読んでいきますよ。ありがたいねー。では行きまーす。はい。せーの。アゼリアール。私から、はい、爽快ぼっちさんからいただきました。ありがとうございます。あずえりの二人こんばんは。こんばんは。私は運転中に西日が眩しいとよくサングラスをかけるのですが、まあびっくりするほど似合わなくて毎回笑ってしまいます。そんなことないよ。もうちょっと鼻が高ければよかったのに。そんなことないよ。何でも似合いそうなお二人ですが、これは似合わないというアイテムや、逆にこれはめちゃくちゃ似合うというアイテムはありますか？PS、 新しい番組 T シャツ、人を選ばないデザインでいいですね、といただきました。ありがとうございます。じゃあ何から話そう。似合う似合わないから。似合う似合わないか。そうだな。あります。いや、なんかこの前の朗読劇で、はいはい、久々に制服を着たの。おー、衣装が、はい、ある一役が制服で、そう。それブレザーですか？セーラー服ですか？ブラウスにセーター、ピンクのセーターに、ピンクのリボン、ピンクの帽子かぶってて、めちゃめちゃキャピキャピした感じの、本当にキャピッとした制服だって。はい、もう結構不安で、うん、もう似合わないでしょって思ってたけど、はい、着てみたら似合っちゃうのね。似合っちゃった。結構似合っちゃってた。何でも似合っちゃう女。もうまだ全然大丈夫だった。なんか似合わないのってあるんですか？似合わないの、自分で似合わないなっていう。なんだろうな、なんだろう、似合わないの。でも、うん、なんか卒業式とかで、はい、なんか着たスーツみたいなのが、なんかそっち系が、確かになんかすごい、なんかちょっと無理してる感じゃないけど、ね、確かになかなかこの職業って着ることないから。ないから、まず自分で見慣れないですよね。そう、スーツ姿に見慣れない。多分他の人が見たら大丈夫なんだろうけど、めっちゃ違和感。確かにイメージないですね、スーツは。マキちゃんは？私似合わないなって思うのはハイネックです。ハイネック？ハイネック、そう、首がある。首がめちゃめちゃやっぱ詰まってるように見えちゃって。詰まってるもんだってハイネックは。でもあれって多分首が長くてなんかもうスリムな人は様になるんですよ。あ、そうか。いや本当にもう私が着るとなんか苦しいみたいな、なんかもうすごい、これも重たいですよっていう印象になっちゃうので、ハイネックは首寒いなって思いながら全然着れない。そうなんだ。着たいのに着れない。なんか割と首がすっきりしたのを意識して着たりとか。そうなんですよ。意識したことはなかった。そのハイネック首締められてるなとは思ったことなかったけど、いいな。え、次はワキちゃんがね、ワキちゃんが、あ、本当ですか？見てて首締まってんなとは思ってなかったよ、全く。やっぱ人から見たら変わりますもんね、そういう。そうだね、多分印象がね。逆に似合うのは、私は帽子が似合うと思ってます、自分。帽子？そう、あんまり私帽子つけないんですけど、うん、人前に立つときは、うん、でもなんか似合うなって自分で思ってて。でもプライベートで帽子をかぶる、取るタイミングがわからないんですよ。あー、ご飯屋さん行ったら取るのかとか、あ、髪ボサボサになるしなとかがわからないから、うんうん、あんまりつけないです。そうなんだ。帽子は、どういう帽子が一番似合うと思ってるの、自分的には？麦わら帽子。麦わら帽子。あー、麦わら帽子。でもあんまりつけることないじゃないですか、夏しか。特に夏の、そうですよね、日差しの時しか。そう、つけない。なかなかタイミングがないけど、じゃあ似合うと思ってます。マキちゃんの時代が来たね。はい、来ますね、これから。はい、そして新しい番組 T シャツ、せいや、もう手元に届いてるんです。そうなんです。なんか思ったより、うん、R がでかいですね。
R が思ったよりでかくて、そう、こうも主張してくれるとめっちゃおしゃれだなって思った。めっちゃ可愛い、これやっぱ主張することって大事だよね。大事ですね。黒白のシンプル大好きなんだよね。わかる、いいですよね。最近このモノクロがすごい好きで、うんうんうん、ほんと着やすいよね。めちゃめちゃ着やすい。だから本当にね、いい T シャツもね、うん、なんかあーちょっと派手なの似合わないなっていう人にはぴったりのデザインです。人を選べないデザインですね。派手にしたいなって時はこの R に白地がいっぱいあるから、はい、ここになんか書いてもらってもいいし、うん、ちょっとなんか自分で自分で書いてもいいし、はい、なんかこうスパンコールをこう一個ずつ縫ってもらってももういいですね。もう皆さんご自由にっていうスペースですから、これはいろんな楽しみ方がある T シャツですよ、うん、本当に自由に。やりやすそうだしね、これ。そうね、はい、そしてかわいいですこちらです。はい、台座付きアクリルキーホルダー、これも来ましたよ。完成しました。来ましたよ。めっちゃかわいい音を特別にお聞かせしましょう。こんな感じになっております。はい、こんな感じです。めっちゃかわいいよ。いや、やっぱり透明感あるね。 いいですねこれ透明感、まあ、ありますね。エリさんはより透明感増してますね。透明感ある。いや、マキちゃんも負けてないよ、透明感。本当ですか？すごいよ。これ全部集めたいくらい可愛い。ね、可愛い。しかも今回ハイネックではない。ほら、首元しっかり開いております。よかったね。よかったです。エリさんは？私はちょっと首が締まっております。ちゃんとそれぞれに合わせてくださいましたね。合わせてくれた。指ハートになっております。ね、めっちゃ可愛いから、ね、これぜひ集めて疑似せっかしょフェスを皆さん楽しんでみてください。いいですね。はい、はい、じゃあ続いてのメール、はい、お願いします、はい、じゃあゼリネームブタフライクさんからのメールです。ブタ、ありがとうございます。あずさん、えりさん、こんばんは。こんばんは。え、あずさんの新曲 Beautiful Days、 おー、oh, thank you、 おー、thank you、 サブスクで購入させていただきました。ありがとう。爽やかさにあふれた楽曲で、うん、聴いていると流行る気持ちが抑えられません、うん、おしゃれやな。ジャケットはマスクをつけた、うん、マスクをつけられたお姿にドキッとし、うん、MV はお家で過ごす時間がテーマとなっていて、うん、今の情勢とリンクして感慨深くなります、うんうん、今回も両 A 面なので残りの楽曲が楽しみです。ありがとうございます。いただきました。そうなんです、うん、まだ CD 自体は発売してないんですけど、この Beautiful Days のみサブスクでもう聴けます、うん。サブスクですってよ。そう、しかも YouTube にフルサイズのミュージックビデオももう上がってるので、おー、ね、ぜひどちらも見て聞いてほしいんですけど。すごいね、今時だね。今時ですね。曲もこう今の情勢っていう環境に合っている曲で、うん、その特にこう休日とか、うん、外に出れなくて、うんうん、結構みんな我慢したり寂しいなって思うことはあると思うんですけど、そうだね。でもこう一日一日を平和に穏やかに過ごしてる日って本当に特別だなっていう曲になってるので、うん、ミュージックビデオもこうなんか外に出てなんかするっていうよりは、うんうんうん、自分家でこうなんだろうな、オンライン飲み会だったり、うん、ヨガとかなんかこうお花のお世話したりとか、なんか本当に平和な日常を過ごしてるようなミュージックビデオになっております。心が豊かになっちゃうね。そうなんですよ。うわ、ぜひね、聞いてスローライフを楽しんでみてください。ちょっとね、マスクっていうのが気になるよね。そう、やっぱなかなかないですよね。ないない、マスクのお写真って。いや、最近考えるんだよ、マスク美人ってあるじゃん。あー、はいはいはい、あります。やっぱあるよね。なんかやっぱりさ、うん、口元隠すとよりなんか、うんうんうん、めっちゃ美人に見えるじゃん、誰もが。目しか情報ないですもんね。そう、で、アジジはもともと可愛いのに、マスクしたらどんなに可愛いの。本当ですか？楽しみです。いや、私はそこが嬉しいです。ぜひ見てみてください。はい、います。ということで、皆さんメールありがとうございました。ありがとうございました。番組ではメールを募集中です。はい、メールアドレスはあぜり @secondshot.jp、 あぜり @secondshot.jp。 惜しかったの。惜しかったね。普通音含めてどしどし
送ってください。各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしてきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そして大事なお知らせ、今週分のアズエリアルは水曜日24時から、うん、セカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開。さらに有料会員になっていただくと、過去のアーカイブやアズエリアル特別編が聞き放題見放題です。皆様会員登録をよろしくお願いします。セカンドショット通販でアズエリアルの新グッズ、台座付きアクリルキーホルダーと、うん、アズエリアル T シャツが予約販売中です。はい、番組支援の意味も含めて皆様ぜひよろしくお願いします。お願いします。めっちゃ可愛いよ。ジョッチョ JP まで送ってください。お願いします。待ってます。では今回はここまでです。お相手は脇谷澄と鈴木えりでした。バイバーイ。